あー岩手県30度だろ。はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。チキンステーキとサラダです。いただきます。はい、いただきます。迷惑かけたね。うん、今日は迷惑かけたね。いや、俺だってかけてんだからいいんだよ。うん、ありがとうね。うん、野菜が恐ろしく美味しくない。ここ蒸し硬いな。ん？蒸し硬い。蒸し硬い？うん、あのもち麦ってやつ入れたからだと思う。いらない。これにはちょうどいいや。ピーちゃんには硬いな。じゃあ、うん、あー岩手県30度だろ。これ何？これ鶏肉。鶏肉？うん。お味はどう？味はいいと。味はいいけども。そっちはね、美味しくないと思うんだ。ケーブル壊れちゃったな。これは蹴飛ばしちゃって。壊れちゃった。うん。9時、俺が蹴飛ばした時間に止まってるわ。9時15分。
7月並みの暑さ、札幌の 19.9 度、ほとんど20度ってどうなんですか。これも気温が高いですね。今の時期で比べると、平年が、10.8 度なので、なんか5月下旬です。今日はもう5時間もね、5時間よ。病院に5時間何時今何時2時で1時過ぎが時間5時間じゃねえわ3時間病院に今日3時間になるんだよ。お疲れ様ですよおじいちゃん。よいしょ、ゆっくり食べて。ちょっと俺は洗濯物干さないと。近づかないんですが、台風からこう波うねりが届きますので、この時期春で釣り行かれる方もね結構いらっしゃると思うんですけれどもね、ちょっと週末要注意かな。はい、さあそして1週間のお天気見てみましょうか。はい。はい、で、火曜日そして明後日水曜日にかけて季節先取りの暑さが本州を続きそうです。はい、雨雲が北海道からかかってきますが、うん、木曜日になると前線が北から南へと下がってきて、木曜日は本州広い範囲で雨が降りそうです。うん、はい、でこれは台風とは関係なくです。で金曜日になるとその前線まだ本州に居座りです。そうです。なので金曜日はこの湿った空気が入るので、もしかすると太平洋側では雨の強まる、ちょっとまとまった雨になるかもしれない、はい、ね、で土曜日が抜けると、はい、いったところで日曜日は高気圧に覆われるといったところで、はい、週間予報を見てみますと、はい、最新の天気図でちょっとポイント整理しますと、はい、まず札幌火曜日、明日はこの夜から雨で、水曜日、未明までの雨、基本的に日中は晴れといったところですね。ただ気温が札幌火曜日20度なのに水曜日になって10度、はい、寒さです。ただ水曜日にかけてその他の地域は比較的気温は高め、木曜日金曜日の雨は今週注意してください、はい、ということですね。でまた週末にかけて気温が上がってくる。そうです、まあ、ただこの前半よりは上がらないですけどね、はい、過ごしやすいですね。はい、また3時台に詳しくお伝えいたします。さて、おととい筑波大学附属高校の入学式に出席されました秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さま、初めてお一人で取材対応されましたが、実はそこにはある秘められた思いがあるということです。これからの高校生活と合わせて専門家に解説していただきます。おととい筑波大学附属高校の入学式に出席された悠仁さま、式を前に少し緊張した面持ちで報道陣の取材に答えられました。今日入学式を迎えることができてとても嬉しく思っています。学業に励みながら興味を持っていることや関心を持っていることをさらに深めていきたいと思います。戦後天皇陛下をはじめ全ての皇位継承者が学習院の高等科へと進学してきました。これまでの皇族とは異なる進路を選ばれた悠仁さま、さらに今回の入学式、実は姉の眞子さんや佳子さまの時とは異なる光景が。今回この紀子さまはやはり秋篠宮殿下と紀子さまが表にお出ましにならなかったということですね。
あれ聞こえづらいか。
こえない、これ聞こえない、これこれ聞こえない、これ聞こえない、聞こえる、じいちゃん、じいちゃん、こんにちは、こんにちは、初めての海外訪問で、今何時ですか、何時ですか、おじいちゃん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 、あ、やっぱ聞こえてないんだ、この大きさでも。テレビがついてるかってことかな。一回消すぜ。10分。はい、ありがとうございます。まあ、テレビが消えてれば大丈夫か。よいしょ。カダケ食えたもんじゃない、うん、もう瞬間残ってんだ、うん、じゃあ食べるよ、ごめんね。これは我慢して食べて。何やねん。我慢して食べて。口がダメなんだな、小さな。入学式には出席し、悠仁さまを見守られた秋篠宮様ご夫妻。
今回の入学に関して文書で感想を寄せられました。長男の悠仁はこの度高等学校に入学いたしました。今後 COVID-19 がどのように推移するのか分かりませんが、充実した高校生活を送ってくれることを願っております。今回この特別なのはやはり秋篠宮殿下と紀子さまが表にお出ましにならなかったということですよね。入学式の方にはいらっしゃいましたけれども、会見にはお姿をお見せにならずにですね、悠仁様お一人で記者からの質問に対応されました。そうしたところはですね、やはり自主性っていうかですね、あと独立心っていうかですね、そうしたものが悠仁様の中に芽生えられているということだと思いますね。悠仁様は入学式の後、天皇皇后両陛下への挨拶のために皇居を訪問。その場には愛子さまも同席されたといいます。実はあの学習院の高等科、それから女子高等科と、あとどんぐらい残ってる大学附属高等学校はですね、でも食べたくないよな。いやいや食べるよ、ごめんね。天皇陛下が学生の頃にはあと一口か。というお話が出て、皆様もそういったことをですね、笑顔で聞きになられたんじゃないかなということも想像できますね。これから歩まれる3年間、悠仁様はどんな高校生活を。すまんかった。おじいちゃん、ご飯。ごちそうさん。